キム・ポリングは、オランダのフロー人間衆、ゼーフェンハウゼン出身の柔道選手。階級は7 0ラム級。身長1 7 5センチメートル。イン・ホーランド応用科学大学に在学していた。ポリングは、子供の頃に ADHD を患っていたが、ADHD 対策には、柔道が効果的だという記事の影響を受けて7歳の時に、キドゥ柔道協会で柔道を始めた。そして、 実際に、それを克服していった。その後、2008年には、ハールレムの懸念で柔道クラブに移った。2010年には、ヨーロッパジュニアで優勝すると、世界ジュニアでも優勝を果たした。2011年にはユニバーシアードでも優勝を飾った。2012年は怪我で、長期療養を余儀なくされた。2013年2月には復帰戦となる。 ヨーロッパオープンソフィアで優勝を飾ると、続く、グランドスラムパリでも準々決勝で、ロンドンオリンピック金メダリストである地元のリュシドコスを、裏投げで破るなどして、こちらも優勝を成し遂げた。さらに、グランプリデュッセルドルフでもオール一本勝ちで優勝を飾った。4月のヨーロッパ選手権でも優勝した。5月には、ランキング上位選手で競われる、ワールドマスターズでも、 パリに続いてドコスを破るなどして優勝を飾り5月27日付の世界ランキングは1位となったその後膝の怪我をした影響もあってか8月の世界選手権では準々決勝で韓国の金賞前に背負い投げの技ありで敗れたがその後敗者復活戦を勝ち上がって3位になった11月にはグランプリアブダビでは優勝するがグランドスラム 東京では決勝で日本の荒いチズルに内股の有効で敗れて2位だった。2014年にはヨーロッパ選手権で2連覇を飾った。世界選手権では優勝候補比等として臨みながら準決勝でコロンビアのジュリアルベアルに有効技あり一本と立て続きにポイントを奪われて完敗すると3位決定戦でもポーランドのキャサリン・クライスに 逆転負けを喫して5位に終わった。その後、コーチを務めていたマリオレーン・ファンウーネンと他元を分かって、マールテン・アレンスを新たなコーチに迎えた。2015年5月のワールドマスターズでは2連覇を飾った。6月には、バクーで開催されたヨーロッパ選手権を兼ねたヨーロッパ競技大会において3連覇を達成した。世界選手権では準々決勝で、スペインのマリアベルナベウに、 技ありで破れるなどして7位に終わった。2016年のヨーロッパ選手権は5位だった。ワールドマスターズでは3連覇を果たしたが、2016年のリオデジャネイロオリンピックでは、初戦となる2回戦で日本の立本春香と対戦し、GS に入ってから有効を取られて破れた。オランダチームはリオデジャネイロオリンピックで銅メダル1個に終わったことから、 代表レベルの選手をアーネムにあるナショナルトレーニングセンターで集中的に強化する方針を打ち出した。そのため、友人のいるイタリアでトレーニングを積んでいるポリングは、イタリアへの国籍変更の可能性を示唆したが、結果的にオランダ国籍にとどまった。なお、2013年から2016年まで4年続けて、世界ランキング年間1位になった。 2018年のヨーロッパ選手権では優勝した。2019年のグランドスラムワブダビでは優勝するも、グランドスラム大阪では準々決勝で荒井を裏投げで破るも、決勝で王の陽子に総襟絞りで破れて2位だった。ワールドマスターズでは、決勝で同僚のサンレファンデイケを破って、今大会4度目の優勝を果たした。その後も、国内のライバルである。 ファンデイケと2021年の東京オリンピック代表争いを演じていたが、結果として選ばれなかった。アイフ世界ランキングは5383ポイント獲得で3位。70kg 級の戦績。ありがとうございます。